昆虫が海の中に住めない理由は複数あり、これらの理由は生理的、物理的、および進化的な要因に基づいています。まず、海水の高い塩分濃度が昆虫にとって大きな障壁となります。昆虫の体は基本的に淡水や陸上の環境に適応しており、塩分濃度の高い環境では浸透圧の問題が生じます。昆虫の体は海水の塩分を処理する能力が低いため、海水環境に長時間いると脱水や塩分の過剰濃縮が起こり、致命的なダメージを受けます。次に、呼吸の問題があります。昆虫は気門と呼ばれる小さな開口部を通じて酸素を取り込みますが、この方法は主に空気中の酸素を利用するためのものであり、水中での酸素摂取には適していません。淡水環境に適応した昆虫の中には、水面に浮かんで空気を取り入れるか、水面近くで生活するものがあります。しかし、完全に水中生活を送るには、特殊な呼吸器系が必要です。海の中でそのような環境に適応するのは困難です。さらに、水圧の問題もあります。海洋の深い部分では水圧が非常に高くなります。昆虫の外骨格、体構造は高い水圧に耐えるようには進化しておらず、このために深海での生息はほぼ不可能です。浅い海域でも水圧の影響はありますが、深海ほどではありません。とはいえ、昆虫の多くは浅瀬でも適応するのが難しいです。進化の歴史も考慮する必要があります。昆虫は陸上や淡水環境で非常に成功した生物群であり、これらの環境に適応する多様な形態や行動を進化させてきました。陸上での競争や捕食者の回避、生殖行動など、陸上環境での生活における多くの要因が昆虫の多様化を促してきました。このため、海洋環境に進出する進化的圧力が低かったと考えられます。それでも、昆虫の中には沿岸や潮間帯、淡水と海水が混ざる汽水域など、海に隣接する環境に適応する種がいくつか存在します。代表的な例としては、アメンボがあります。アメンボの一部の種は海水でも生息することができます。これらのアメンボは水面の表面張力を利用して水面を歩き、空気中の酸素を利用することで生息環境に適応しています。しかし、これらの種も完全に海中で生活するわけではありません。潮間帯や沿岸部に限られており、深い海の中には生息しません。また、ハエ目の一部の種も沿岸部や潮間帯で見られます。これらの昆虫は潮が満ち引きする環境に適応しており、海藻や漂流物の上で生活することができます。これらの昆虫も完全な海中生活には適応していませんが、海洋環境の縁に近い場所で生活しています。まとめると、海の中に昆虫がほとんど住めない理由は、塩分濃度、呼吸の問題、水圧、進化の歴史などの複合的な要因によるものです。昆虫は主に陸上や淡水環境で進化してきたため、海洋環境に適応するのは非常に難しいのです。それでも、沿岸部や潮間帯に生息する少数の例外的な種が存在しますが、完全な海中生活を送る昆虫はほとんどいません。